シャンドゥールファ、シャンドゥールファ、通称、ウルファ、は、トルコ南東部の都市で、シャンドゥールファ県の県と、アルメニア語では、ウルハイ、またはルハ、クルド語では、リハ、と呼ばれ、古代から中世にかけての西洋では、エデッサ、の名でも知られた。ウルファは、メソポタミア北部の町でユーフラテス川の東80キロメートルほどの場所にある大きな盆地に位置する。気候は、夏は、 極めて暑く乾燥し、冬は涼しく湿潤である。ウルファの住民の多くはトルコ人だが、市街地から離れると、クルド人も多く、アラブ人も若干居住する。ウルファの街は様々な名で呼ばれてきた。アルメニア語では、ウルハイ、クルド語では、リハ、シリア語では、ウルハイ、アラビア語では、ルハー、アイコールルハー、アイコールラハー、ギリシャ語では、オルラ。 オラ、または、オルロア、オッ、ロアと呼ばれた。また、一時期はギリシャ語で、カリロエ、カッディロエ、または、カリロエのアンティオキア、とも呼ばれた。東ローマ帝国時代には、ユスティノポリス、とも呼ばれた。しかし、西洋で最も知られた名前は、セレウコス朝が付けたエデッサ、である。かつてのトルコ語名は、ウルファ、であったが、1984年に、 トルコ大国民議会立法府でシャンル意外な栄光あるなどの意の称号を頭に冠したシャンルールファが正式な都市となった。これは祖国解放戦争におけるこの町の抵抗を記念したもので近隣の都市の得た称号アンテップの町が1921年に選手を意味するガズイをつけてガズイアンテップにマラシュの町が1973年に勇敢な 英雄のを意味するカフラマンをつけてカフラマンマラシュになっていると同様の称号を得たいというウルファ出身議員の再三の要請に応えたものである。ウルファの記録に残る歴史は紀元前4世紀以前にはないが近隣の古代都市ハラーン、ドゥル、ネバルチョリについては紀元前8世紀頃には多くの記録が残っておりウルファの町の起源も 同時期に遡ると考えられる。ウルファは、メソポタミア文明のゆりかごであるチグリス川、ユーフラテス川流域の上流にあった。ウルファは、ユーフラテス川のシリューバリフ川上流にあり、南の下流には、ハル・ラーンや、ラッカの町がある。トルコのムスリムの伝承では、旧約聖書にある預言者、アブラハム・ビブラーヒームがカナンに向けて出発した、ウル・カルデアのウルとは、 ウルファのことであるとされ、これを記念するモスクも建てられている。アブラハムがウルからカナンに向かう途中で住んだハラン・ハッラーンがウルとカナンとを結ぶ直線の上にあることもその証拠であるとされる。しかし、イラクではカルデアのウルと前置きされているようにメソポタミア南部の古代都市ウルのことであると主張されており、歴史学者や考古学者の間でもこの考えが主流である。また、 ウルファは、ヨブ、アイユーブの生誕地ともされている。ウルファのある一帯は、多くの帝国や民族、文明に支配されてきた。エブラ、アッカド、シュメール、バビロニア、ヒッタイト、フフ、リ、ミタンニ、アルメニア、アシリア、カルデア、メディア王国、アケメネス朝、マケドニア王国、アレクサンドロス大王、セレウコス朝、アラム人、オスロエネ、古代ローマ、 ササーん、あ東ローマ帝国、十字軍などは、その一例である。設計文字の文書にはウルファにあたる地名は、まだ見つかっていない。ギリシャ人が残した初期の文書には、オスロエ王国、オスロ、伝説上の建国者オスロエに由来の首都として、オルラ、オラ、オルロア、ロア、の名で言及される。セレウコス一世ニカトールは、紀元前三百三年に、 軍事植民都市をこの地に築き、ギリシャ人と東方の民族を混住させ、マケドニア王国のこと、エデッサを記念して、エデッサと名付けた。また、カリーロエという異名を無記録にあり、アンティオコス四世、エピファネスの地世には、シリアのアンティオキア、現、アンタキアからの植民者によって、カリーロエのアンティオキア、とばれた。紀元前2世紀後半、セレウコス町は、パルティアとの戦い、 全145、全129で解体が進み、エデッサでも地方政権が独立状態となった。エデッサはアブガル王朝、アブガーの建てたオスロエネ王国、エデッサ王国の首都となった。オスロエネはアブガル旧世の下で最初のキリスト教国家となったという説もある。オスロエネ王国はアラビア北部から来たアラブ人、またはナバテア人による国家で、 紀元前132年から紀元214年までの4世紀、近く続き、この間28人の王がいた。オスロイネは最初はパルティアの属国でありセレーコス朝とパルティアの干渉国となったが、その後はシリアや地中海にまで勢力を伸ばしたアルメニア王国の属国となり、さらにグナイウス・ポンペイウスにより、共和制、ローマ及びローマ帝国に服属した。 トライアヌス帝の治世の末期には、エデッサはローマにより陥落し略奪され、116年から118年まで占領下にあった。しかし、パルティア寄りの市民も多く、これが2世紀後半に第6次パルティア戦争を戦ったルキウスウェルス帝によるエデッサ略奪を招いた。212年から214年の間、オスロエネ王国はローマの属州となった。 217年にはカラからミカドがこの地で暗殺された。244年に王国は完全にローマに並行され、独立王朝の歴史は終わった。259年にはエデッサの近くでパルティアを滅ぼしたサーサーアンアサペルシアの皇帝シャープール一世の軍勢とローマ皇帝ウアレリアヌスの軍勢との間でエデッサの戦いが起こり、敗れたウアレリアヌスは、 サーサーアンアサへ連行された。オスロイネ王国を建てた部族の書き言語はアラム語であったが、後にシリア語が書き言葉になった。ヘレニズム文化の影響は、エデッサを覆い、ローマに服属したアブガル旧世の治世、179年から214年を除く歴代の王は高価にシリア語の名文を使った。またこれに対応するギリシャ語の名文はなかった。 ビサンティン時代、エデッサはこの地方の中心となる有力な都市で、教会や学校、修道院などの多い宗教の中心としても栄えた、宣伝された町であった。525年、エデッサは大洪水で破壊されたが、当時の東ローマ皇帝ユスティヌス一世により、再建され、ユスティノポリスと改名された。六百九年には、サーサーン・アサに征服され、七世紀初頭には、 ヘラクレオスが東ローマの下に取り戻したが、直後の638年にレバントを北上し、シリア征服を進めていた聖党カリフの軍によって、陥落した。エデッサへのキリスト教導入の正確な時代は、不明だが、少なくとも190年より前であることは、疑いない。キリスト教は、エデッサ首都周辺に広がり、201年かそれ以前には、王族も入信した。 エデッサ王がイエスの存命中に改修し、最初にキリスト教徒となった王であるという伝説がある。カイサリアのエウセビオスが4世紀に記した著作にある伝承によれば、エデッサのアブガル5世紀、紀元前4年から7年、及び13年から50年は、彼のもとに使わされた、アッタイ、アダ、アデウス・アディウス、または、エデッサのタデウス・サディウスをブエデッサ。 イエスの七十人の弟子の一人によりイエスの教えに改修したとされる。また様々な資料によれば、イエスの教えに従ったエデッサのアブガル王とは、アブガル旧世177年から212年であるという件もある。アブガル旧世によりキリスト教はオスロエネ王国の国教となった。この場合案体は、エウセピオスが教会史、イーストリアイクリージアスティカ、アイ。 サーティンで主張するように70人の弟子の一人でも、ナクシトトマスがエデッサに送ったわけでもなく、2世紀後半にパレスチナからメソポタミア北部へ派遣された宣教師ということとなる。アッダイはエデッサの最初の司教、司教になったとされ、その後アグバルオと共に改修したアッタイ、アガイが、さらにアンティオキアのセラピオン、セラピオンをホンテオックに任命されたパルト、 パリアットが継いだ。2世紀のエデッサからは、有名なシリア語訳聖書のペシタワケが登場したほか、172年頃に、タティアヌス、タチアンが4つの福音書を一冊にまとめた、合併福音書、調和福音書、ディアテッサロン、ジアテッサロンを編集している。この合併福音書は、412年から435年の、アイダエデッサの主教を務めた聖。 ラブラ、ラブラが使用を禁ずるまでよく使われた。またエデッサの神学者の中で有名なものの中には、アブガル旧世の学友であったバルデサネス、バルダイさん、バーデーイザンがいる。彼は、グノーシス主義に基づいた独自の教派をはじめ、キリスト教の宗教史の創設や、成果の始まりにおいて重要な役割を果たし、その教えは、息子、ハルモニウス。 ハーモニアスや弟子たちによって同胞伝えられた。グノーシス派のトマズによる福音書も2世紀後半にエデッサで成立した可能性がある。エデッサにおけるキリスト教徒の会議は早くとも197年に開催されたエオセビオス教会史 V-23201 年にエデッサは大洪水で破壊され荒廃し、キリスト教会も破壊された。 二百三十二年、使徒、トマスの遺物が、インドよりもたらされ、この機会に、トマス原稿録なども書かれたと見られる。また三世紀半ばから四世紀初頭にかけて、デキウスミカドやディオクレティアヌステイの時期には、キリスト教が弾圧され、多くのキリスト教徒がエデッサで殉教した、デキウスミカドの時期のシェアービルやバッサムや、ディオクレティアヌステイの時期のガーや、スコミューナ、ホビブラ、同じ時期、 エデッサからメソポタミア東部やペルシャへの宣教も行われ、サーサーアンアサにおける最初の教会を建設した。エデッサ主教のアティラティア、アッテレシャの名は第一二回や公会議325年の出席者の中に見られる。ペレグリナティオシルビアへ、ペラーグレネシオシルビは388年頃にエデッサで多数の聖域を作った。東にある西ビス。 ナシビス、現在のヌサイビンの町が363年にサーサーアンアサに活上されて以後、シリアのエフレム、エフライムは、生まれ故郷の西ビスからエデッサに逃れ、ペルシャ人のキリスト教徒の若者たちを教える学校を開設した。エデッサはシリア語圏の中心都市で様々な神学者が集まり、グノーシス派など、無数の教派が乱立し自らの正当性を訴えて、 いたが、エフレムの率いる、西ビス学派、エデッサ学派はこれらの諸派を反爆し、後に、カトリック教会及び、正教会双方で聖人となった。しかし5世紀前半、アレクサンドリアのキュリロス、アレクサンドリア宗主教の友人であった、エデッサ主教、ラブラは、このペルシャ人主体の学校がネストリウス派の傾向を、帯びていることを警戒し、5世紀半ばの主教をエデッサの言わす、 イーベスの下でエデッサのネストリウス派は絶頂に達したが、イーバスの書簡も含めた3つの著作に関する参照問題をめぐって進学論争が起こる。エデッサの学校は457年に一時閉鎖され、488年にはゼノンテーおよびアレクサンドリア総主教級リロスにより閉鎖を命じられ、教師と生徒は西ビスに移り、ペルシャでの影響を強め、 アッシリア東方教会の精神的中心となっていった。しかし、エデッサにおける単性説の支持は根強く、7世紀のムスリムによる征服以後も単性説の研究は盛んに行われた。東ローマ帝国時代、エデッサはオスロエネフ主教区があり11の付属主教区が置かれた。18世紀初頭のフランスの歴史家、ミシェル・ルキエンは、 エデッサの三十五人の司教の名を列挙しているが、十一世紀以後は東方正教会の司教官カツクは消滅したと見られる。マタルキエンは二十九人のシリア正教会の司教について言及している。イスラム帝国の軍が戦いを交えないままこの地方を征服して以降、エデッサはウマイヤ朝やアパース朝に支配された。 東ローマがエデッサを回復しようとする努力は何度も続いた。ロマノス一世レカペノスはエデッサを占領した後、住民から人生像、エデッサのマンディリオン、ホーリーマンディライオン、エデッサのマンディリオンというイエス・キリストの古代の肖像画、イエスの顔が映った布とされる生意物を得て、首都コンスタンティノープルに9 4 4年8月16日、 厳粛な認識の下で移転させた。これは、ロマノス一世の知性の最後の異行であった。この有名な生物は、544年にはエデッサに存在したことが記録にあり、第四回十字軍の際に、コンスタンティノープルから略奪されて、ベネツヤ共和国の手で、西欧に渡った。同様のエデッサのマンディリオンがいくつか、西欧に渡り、バチカニやジェノバに現存する。 エデッサのマンディリオン自体は一部とされるものが後にフランス王の手に渡り他の生物と共にパリのサント・シャペルに収められていたがフランス側時の混乱で行方不明になったロマノス三世アルギュロスの治世の1031年ゲオルグ・マニア・ケス将軍ジョージ・メイニー・イクスがエデッサをアラブ人の領主から奪還し一時的に東ローマの領土としたが再び アラブ人、アルメニア人、セルジューク朝、トゥルク人と支配者が次々と入れ替わり、1 9 9 8年には第一回十字軍に参加したブルーローニュのボードワンがアルメニア人領主のソロスに歓迎され入場した後、これを尻け、十字軍国家エデッサ博国を成立させた。エデッサ博国は1144年まで存続したが、トゥルク系のアタベクザンギーにより占領された。 エデッサの住民の多くとラテン人の大司教が、エデッサ後為戦の末死亡したことが、当地在住のアルメニア人歴史家エデッサの魔中により、記録されている。以後は、アレッポのザンギーアサ、モンゴル帝国、マムルクアサ、エジプトなどにより支配され、15世紀には、ティムールアサ、クロヒツジアサ、カラコユンル、白洋町、白コユンル町などが、相次いで創った,ため衰弱した。 1517年から1918年まで、オスマン帝国がウルファを支配し、面下、企画、宝石などの取引の中心となった。アッシリア人やアルメニア人も多く、イスラム教のほか、シリア正教会、アルメニア教会、カトリック教会の3つのキリスト教教派の共同体が存在した。しかしこれらのキリスト教徒は、トルコ革命時に虐殺を逃れて、ウルファを去り、 1924年には最後の集団がシリアのアレッポへ移っている。1914年時点のウルファの人口は7万5千人で、うち4万5千人はトルコ人、2万5千人はアルメニア人で残る5千人はシリア正教会の信者だった。またユダヤ人も若干住んでいた。しかし、第一次世界大戦でオスマン帝国が敗れた後、 ヨーロッパ各国はアナトリア高原の分割に奔走した。まず、シリアパレスチナでアラブの反乱を支援してきたイギリス軍が、ついでシリアを支配下に入れたフランス軍がウルファに侵入した。イギリスによる占領は事実上は1919 19年3月7日から、公式には3月24日からで、1919年10月30日まで続いた。フランスは、 イギリス撤退の翌日ウルファを占領したが、トルコ人から望まれない親中は、様々な抵抗運動を引き起こし、地元の抵抗軍、アンカラのトルコ新政府はまだ誕生しておらず、大国民会議は1920年4月23日に発足するが、フランス軍を1920年4月11日に破り撤退させるまで外国軍による占領は続いた。フランス軍のウルファからの撤退は、 フランス軍側と地元軍の指揮をアンカラから任命されていたアリサイプ、ベイ、ディサイプベイタイ,イ側の代表の合意のもと行われた。撤退は平和裏に行われるはずだったが、シリアに向かうフランス軍を非正規軍がシェベケ峠、サベックパスで待ち伏せて攻撃を行ったことで議論となった。この戦いで、フランス軍には296人の犠牲が出て、ゲリラ側にはそれ以上の犠牲が出た。 一連の戦いの中で、アルメニア人やキリスト教徒に対する圧力は高まり、彼らは難民としてシリアなどに逃れざるを得なくなった。現代のシャンルールファ、ウルファは新市街と旧市街が鮮やかな対象を成している。旧市街はトルコ国内でも最もロマンチックな街並みの一つであり、バザールには果物や野菜を買い求める、地元住民や近郊の村から作物を売りに来る、 伝統衣装を着たアラブ人やクルド人の農民が朝早くから集まる。旧市街の建物の多くは中庭を囲むような形の中東の伝統的なムスリムの住宅であり、庭は車やバイクの行き交う埃っぽい通りからは見えない。バザールの狭い通りは食べ物の盆を持った人が通り、小さな店の店先の低いテーブルに広げた。 新聞紙の上で客が食べ物を食べたり水を飲んだりしている。観光客からは非常にエキゾチックな風景と映るが、旧市街は外して貧しい。シャンルールファの新市街は近代的なコンクリート製のアパートが郊外へと虫食い状に広がり、道には街路樹が茂り、灼熱の外気の中でも涼しいエアコンの効いたレストランなどが並ぶ。もてなしの心は強く、 客として入った店で茶を飲むよう勧められることは、ままある。また中東で人気の高い娯楽である競馬も盛んで、競馬場や、旧車もある。市民には、クルド民族も多く、クルド語が広く使われているが、トルコ人社会にほとんど同化しており、クルド民族主義への支持は少ない。トルクメン人の大きな共同体もある。シャンルルファは今夜などと、並びトルコへの忠誠心が強い地域で、 イスラム主義系中道右派政党の構成発展等の画像でもある。政治的イスラム主義の強さの原因は、部分的にはトルコ人やクルド人により、イスラムの伝統に忠実な傾向の強いアラブ民族の多さも考えられる。ウルファの料理はトルコ南東部に典型的なもので、パンと肉が中心で、ケバブ、ドネルケバブ、カブルマ、コバアマ、揚げた肉や、 レバーなどの形で強され、ナスやトマトや唐辛子が多く使われる。その他、辛く味付けしたラムひき肉とブルグールを混ぜ合わせて、肉団子状に成形した中ョフテ、シグクフタ、バターやシロップをたくさん使った、バクラバトにた味の菓子キュネフェ、クーンフ、クルミの菓子シリク、シレック、苦いアラブ風コーヒーのムラ、マラ、テレビンの木、テレビン、 パスタシアテレバインサスの果実をいって作った、コーヒーのような飲料メネンギチュカフベシ、ミネンジェスコハバシーなどがある。非常に辛いイソト、イサット、または、ウルファビベル、リーフォビバーという唐辛子への愛着は相当のもので、第一次大戦後のフランス占領下で、当初、ウルファの街が占領されたり家を失ったりする子に、無関心だった人々が、 唐辛子畑を更新するフランス軍の部隊を見て立ち上がったという逸話もある。この唐辛子はアイスクリームの風味をつけるのにも使われる。ウルファは大都会というほどでもなくどちらかといえばトルコ西部よりも保守的な地方都市であるため夕食にアルコール飲料が出されることはまずなく喫茶店も家族連れと独身男性に厳格に分けられている。 しかし大きなホテルなどでは酒が出ることも多く、大学の増加や経済成長に伴い社会の気風も変化しつつある。ウルファやハラーンの平原は暑い太陽が照りつけ乾燥しており、1980年代末には干ばずで多くの高地が放棄された。1990年代初頭より政府が開始した南東アナトリア計画では大規模な考えが経営され、安定して、 水が得られるようになった地域では、綿花栽培などのブームが起こった。また、軽工業も発展しており、失業や貧困は、他のトルコ東部の町に比較して少ない。大きな貯水池は、観光地ともなり、沿岸に、レストランも増えている。シャンルールファ及びその近郊には、以下のような観光地がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。